When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは。橋本美香のネイルレッスンチャンネルです。今日は私自身の爪を新しいデザインに変えようかなと思ったので、最近私がやってるセルフネイルのやり方っていうのを皆さんに紹介したいと思います。セルフネイルをやってる方の少しでも参考になれば嬉しいです。こちらはオフしたすぐ後ではなくて、ちょっと前にオフしました。っていうのも、先日ロフトさんとコラボの企画で、インスタライブをやったんですけども、その時にビューティーアベニューっていうね、前こちらの動画で紹介したネイルシールなんですが、こちらのことを紹介するというインスタライブの企画をやりましたので、その時のために前もってオフしておきました。はい、なのでネイルシールをオフしたすぐ後っていう状態かな。では早速やっていきましょう。手はね、まず最初しっかりと綺麗に洗っておいた方がいいです。私は洗ってきました。はい、まずですね、爪の形を整えていきます。爪の形を整えるときに、はい、ネイルファイル使っていきます。私はこのレティジアのネイルファイルの柄のついている方が細かいんですけども、こちら使っていきます。今中指だけがちょっと折れちゃって短くなってるので、それにね、全体を合わせていこうかなと思います。で、ネイルファイル、誰かにする時のやり方っていうよりも、あくまでもセルフネイルなので、もう持ちやすいように持ってもらって私はいいと思ってます。っていうのも、あまり型にはまった持ち方っていう風に決めてしまったら、左手でする時はじゃあできないとか、この支えがね、どうしても作れないからうまくいかないとかっていう風になってくるので、はい、持ちやすいようにその指ごとに変えて持ってもらって、ただ、共通して注意しておいてほしいのが、往復掛けをしないこと。こうギザ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 って感じでしないようにしてください。なぜかというと、こう爪っていうのがこう層になってるんですけど、その層っていうのをこう往復掛けすることによって、なんかこう繊維がバラバラって崩れちゃって、目に見えないぐらいのばらつきなんですけど、結局そこから亀裂が入ってしまってパキッと割れたり、二枚爪になっちゃったり、そういうトラブルがね、起きやすくなりますので、往復掛けはしないこと。必ず一方向、決めた一方向に向かって削っていきます。で、全体を通して注意することに、あんまりね、角度をつけすぎない方がいいです。横から見た時に45度とか30度とか角度を結構つけて削ってしまうと、結局ね、爪が割れやすくなったり弱くなったりするので、もう爪に対して垂直に当ててもらって削るっていうのがいいです。ということでやっていきます。で、爪の形をスッと細く見せる裏技っていうのをこちらの動画で紹介していますので、もしまだ見ていないという人は是非見てみてください。はい、で、爪の裏に削ったけどまだちょっとついてる薄い爪みたいな、これバリって言うんですけど、こういうのが残ってたりするので、それもね、このエッジに対して垂直にファイルを当てて、もうさっさと削ってトントントンと弾いてあげると取れます。そしたら次に使用するのがこちらです。レティジアのキューティクルリムーバーになります。このキューティクルリムーバーっていうのはめちゃくちゃ便利で、今からね、この甘皮処理っていうのをやっていくんですけど、ここが硬かったりすると甘皮処理が全然綺麗にうまくいかないんですけど、キューティクルリムーバーを塗ると爪にこびりついた皮膚って言ったら皆さん分かりやすいかなと思うんですけど、余分な甘皮の部分っていうのがすごくふわーっと柔らかくなって、柔らかくなった状態で除去するので、周りの皮膚への負担が少ないです。ぜひぜひ皆さん、このキューティクルリムーバーを使ってみてほしい。はい、ということでキューティクルリムーバーをこの爪の横と根元にこうやって塗っていきます。本当にかかととかにも塗っていいと思います。てか塗ってますかかとに塗るときはこれちょっと塗ってラップをしてあげるといいです。ラップしてあげる。はい、でちょっとざらつきのある粗めのスクラブとかを使ってザーってねマッサージしてあげて、あとはお風呂に洗い流してあげるっていうのをたまにするだけでもかなり変わるのでやってみてください。もうかかとに塗るときはねこちらの瓶からポンポンって出して塗っちゃうって感じそれはあんまりいいかどうかわかんないのでちょっとあれですが、もうそうやってしちゃってます。はい、ということで塗りました。ではこちらのキューティクルプッシャー、こういう感じの形のものなんですけど、プッシャー、これを使ってこの爪の表面にこびりついた余分な甘皮っていうのを押し上げていきます。で持ち方はこんな感じ、人差し指はつけないで親指と薬指だけで持つ。なんで人差し指をつけないかっていうと力が加わりすぎてしまって危ないので人差し指はつけずにこの2点で支えて優しい力で押し上げていきます。あんまりグッグッってせずにこの指先だけでシュッシュッシュッって動かしていくイメージです。で角度は45度だと寝かしすぎです。で60度もちょっと寝かしすぎ、もう思い切って90度はいかないけど80度ぐらいまで上げちゃって OK です。この、先端で押すっていうよりもこの背中というかここの面でがっつり押し上げてあげた方がいいです。なのでもう横から見せるとこういう感じ、こういう感じでがっつり押し上げて、で押し上げるだけじゃなくて手前に引いて余分なね甘皮っていうのももっと綺麗に除去していくんですけど、手前に引く時に初めて寝かして取っていく、この内側の面でさっさっさと手前に引くっていう感じです。で左手やる時も同じ、ちょっとね左手はやりにくいです。どうしてもやりにくい、これはもう仕方がないので私の場合は左手は半ばちょっと諦め気味でこれねすごく私おすすめしたいアイテムを最近ゲットしたんですけど、こちら、はい、これここに商品名書いてきますが、このキューティクルカッターがめちゃくちゃ便利でした。はい、なんか前のこのアップした動画ではネイリストらしくキューティクルニッパーを使ってカットするやり方っていうのを紹介しています。ネイルに慣れている人とかプロを目指したいっていう方はこのニッパーの使い方っていうのも習得しておく必要があるので、ぜひぜひ使ってほしいですし、細かいとことかささくれカットしたりするのもニッパーがおすすめけど、もうセルフなんで左手でするのも大変だし、とにかくスピーディーに終わらしたいのでこちらのキューティクルカッターを使います。よく100均とかにこういう感じのキューティクルカッター売ってるんですけど、これでもいいけどこれだとなんかね切れ味が悪いので取った後の皮膚の状態っていうのがちょっと良くないし、途中で引っかかったりとかしちゃうのがなんか嫌だなと思っていて、でもこれだとすごく滑らかにすごく綺麗にカットできます。使い方はねスーパー簡単です。カニの爪みたいになっているところ、ここに歯がついているのでここに当たっている部分の皮膚っていうのは切れていきます。なので彫刻刀を皆さんしたことありますか？小学生の時とかに美術の時間にやったことあるかなと思うんですけど、彫刻刀みたいな感じです。これ彫刻刀ってこんな感じなので彫刻刀でこう木を削っていくじゃないですか。その感覚でルースキューティクルっていうのをカットしていきます。でも私あんまりこっちの手にルースキューティクルが残ってないので、あ、こことかちょっと残ってる、これ見えにくいかもしれないので黒を背景にしましょう。ここの部分見えるかなと見えにくいかな、黒が背景でも見えにくいな。こういうの、これね甘皮なのでここを処理していきます。でちょっと動画で見えやすいようにこの地面に置いてやりますが、ここにこうやって刃をこういう風に刃を当てて、でこの根元の丸みに沿って動かしてあげると、ほらなくなったの分かりますか？ここ。ということであんまりお見せできなかったんですけど、あんまりそのルースキューティクルがなかったから、でもこれはねすごいおすすめです。なんか切れ味がめちゃくちゃ良くてスッと綺麗に切れるし、形がとってもやりやすかった。またちょっとルースキューティクルが伸びてきたり、あと誰かモデルさんを使ったりした時に結構キューティクルが目立っている方がいたらまた使ってみようと思います。はい、ということでこんなの使ってやってるよというおすすめでした。はい、ということでルースキューティクルもカットできたら早速ジェルをやっていきます。I don't know where she came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love?